力は満ちた。偽りの王が待つ祖国へ向かうがいい。そして玉座にて最後の使命を果たすのだ。前回はここまでプレイしました。おそらく何年もの年月が経過して、ノクトはこの謎の島にいて年を取ってる。前回の時点でアーデンが、ルシス・チェラムという、まあ、ノクトと同じ姓を持っていることが判明して、まあ、アーデンはその昔、寄生虫を自分の体に取り込んだんだけど、当時の王に化け物扱いされて殺されたと。それで、ルシスを憎んでて復讐しようとしているというところだ。で、前回全然気づかなかったんだけど、あの死骸化したレイブスを倒す前に倒していたあの中ボスのモンスター、あれはどうも帝国のあのボスであったイドラだったらしくて、あれ戦闘中全然気づかなかったんだけど、そのイドラが、つまりはなぜかそのただのモンスターとなっていてしまって、アーデンによるものなんだろうけど、あっけなく敵のボスは死んでしまった。最終は生きてるけど。アンブラ、ハンマーヘッドで はい、ではここからチャプター14です。帰郷。石炉を出てしばらく歩くと、かつてシドが整備していた船が以前と変わらず綺麗な状態で接岸していた。ノクティスはその船でガーディナ渡船場へ向かう。あれからどのくらい時間が。夜に包まれた世界。ここガーディナ渡船場。誰もいない。暗い。そしてあれは初めてガーディナ渡船場に来た時に見た島だったけど、あそこでノクトが目覚めたんだ。年を取ってちょっと様になったノクト王様。しない。こんなところにある。死骸。あ、戦闘 BGM が新しい。ステータスは見れる？ノクト。マップ至って普通だ。ルシスの地に戻ってきてる。これも全部アーデンの仕業か？生き残りはいないのか？ああ、美しかったレストランが。トンベリ、これ見たことある。ナイフで攻撃してくるやつだ。硬いな。
ッケー。あ、服だけが全員死骸にされたのか、ここの人。スケルトンまで入り込んでる。わあ、たくさんいる。リッチ、ファントムソードだ。ナーガもいる。よし、ガルママセラ、ガルキマセラ。うわ、こっちもいるな。危ない、狭い。魔法装備だ。よし、距離を取ってサンダー。おー、強い。パリ、パリ、もう一丁パリ。ん？ラストエリクサー。ここは昔泊まった場所。いや、粉々だ。みんな無事なの？あ、まだいる。ゴブリン。パーリー、たった一人なのに結構こってりした敵が出てくる。オッケー。ああ、これはもしかしてあのイグニスが言ってた夜がずっと長いままになってしまった。ああ、鉄巨人か。あれ、避けてこう。いや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 、3キロか。これ車もなんもないもんな。チョコボも呼べな、チョコボレンタルできんの？多分できないよな。ずっと歩いていくことになるのか、これ。あっちにもなんかいるもん。なんだあれ、あれも敵だよな。帝国軍か、あれ。よく見えない。近づかないでおこう。死骸を倒しつつハンマーヘッドを目指そう。歩きだ。3キロ行くぞ、アンブラ。あー、84。え、嘘。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これまずいでしょ、戦ったら。ひたすらモンスターを避けた方がいいかもしんない。グレネード、丘をどんどん登れ。あー、絶対無理、一人じゃ無理。鉄巨人、逃げましょう。まだまだ遠いな、ハンマーヘッドまで。
どうした、アンブラ。ん？何か来る。お、仲間。車か。あの、誰？タルコット・ハスタです。祖父がアミシティア家に仕えて。タルコット？はい。マジか。マジです。ノクティス様ですよね。はい、はい、そうです。え、ああ、ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。あの、会ってからって。はい、わかりました。じゃあ。タルコットが。またお会いできて本当に良かったです。ああ、お前もでかくなったな。そうですね。あれが10年前だから。10年。今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこに。基本的にはレスタルムです。ハンマーヘッドにもちょくちょく。ん？工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。へえ。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人はだいたいそこに集まってます。他の場所は。死骸に襲われることが増えたんで廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、死骸退治の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シロは生きてるの？生きてますよ。でも何度か体調崩して最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが、工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだって。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんの届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。廃墟になってた。死骸が増えてやっぱりいろんなところで被害もあって、今はイリスとコル将軍が中心になって死骸退治を各地で請け負ってます。グラディオさんたちはしょっちゅうそこの手伝いをしてますよ。特にプロンプトはハンマーヘッド中心に。でも今シドニーさん仕事人間だからな。イグニスもか。言ってます。最初はみんな止めたんですけど、どうせ暗闇だから目が見えても意味ないって。見えないものか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも3人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて一緒の時もあるし、そうじゃない時もある感じで。ハンマーヘッドに着く。ノクティス様、着きましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。あ、僕はもう少しここにいますので、もし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。10年も経ったんだもんな、ハンマーヘッド。
何が王だ、ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ、本当に帰ってきたんだな。なんだよ、ったく。待ちくたびれたぞ。悪かったな、いろいろ話がある。中で聞こう。プロンプトにアゴヒゲが。王とインソムニアへ向かう。ハンマーヘッドから出ると最後の戦いが始まります。十分に準備を整えてから戦いに臨みましょう。グラディオがロン毛に、イグニスは特に何も。これが今のルシスか。そういえばタッカさんいる？ん？大気汚染に関する報告書。太陽光の減少。あ、さっきのモヤか。あれ、料理作ってくれていたタッカさんはどこ行った？武器が置いてある。ショップ。いらっしゃいませ。武器は大丈夫かな。ありがとうございました。シドとシドニーは、いらっしゃい。ショップ、またどうぞ。大丈夫だね。古い本。シドとシドニーはいないのか、ここには。ハンターっぽい人はたくさんいるけど。ね、周りが鉄格子で囲まれてるし。あ、準備の方はそんなにキツキツでやんなくても。タルコットがね、成長してる。僕に分かることなら何でもお話しします。ちょっといろいろ聞くか。元帝国軍の動向。元帝国軍の人も協力してくれてます。前は傭兵をまとめてたって人で。オラネア。ああ、やっぱりご存知でしたね。あそこは強力な部隊だってコル将軍が言ってました。アラネア隊、ビッグス隊、ウェッジ隊と人数も多いし、頼りにしてるみたいですよ。僕に分かることなら何でもお話しします。そう、ニフルハイム帝国どうなった？そうだ、帝国なんですけど、うん、皇帝も将軍も死んだってグラディオさんたちの報告があって、国としてなくなってしまったっていうか。僕に分かることなら何でもお話しします。うん、皇帝は、うん、モンスターになってたし、その他の将軍といえば、そういえば結構前のパートに何人かまだ将軍がいたはずなんだけど、彼らと戦う間もなく死んでるのか。次、アーデン。王都で行方不明の最初を見たって話もありました。これはイグニスさんがかなり気にしてて、ルシスにゆかりのある人物なのかって。それで昔の文献を調べたりしたんですよ。一緒に王家のお墓を回ってみたりとか。付き合わされたのか。僕も歴史嫌いじゃないですから。それで不思議なことが分かりました。ん？かなり昔の資料に同じ名前があったんです。アーデン・イズニアって。当時の人々が死骸に襲われたのを助けた人物ってなってました。でもその後死骸として捕まえられて、いろいろ調べて結局人間だったみたいなんですが。へえ。僕に分かることなら何でもお話しします。でも殺されたってなってたもん、アーデンは。そりゃ復讐に走るっていうわけで。
死骸の正体。死骸についてもちょっと分かってきました。ん？ああいう生き物がいるんだって僕なんかは思ってたんですけど、彼らは元は人間なんだそうです。何か病気みたいに人に移ってその人が死骸になってしまう。でも治す方法もなくてみんな退治するしかないって。そうか。僕に分かることなら何でもお話しします。うん、元は人間だってアーデンが言ってた。アコルドは今どうなってる？アコルドも死骸が出るからって結構な人がルシスに逃げてきてます。というか国内もですね。レスタルムには王都からも人が来てるから、帝国の管理がめちゃくちゃになってその上死骸も出るようになったって。イリスとコル将軍が避難を誘導して今の王都にいるのは多分死骸だけです。子供の頃暮らしてた場所だし僕も寂しいんですけどね。取り返すよ。え？そのために王様になって帰ってきたんだし約束したろ。覚えててくれたんですね。まあな。僕に分かることなら何でもお話しします。アコルドもダメになっててこっちに逃げてきてる。ジャレット。ノクティス様、おじいちゃんのこと覚えてますか？ああ。あの時僕言えなかったことがあって、おじいちゃんが死んだのは僕のせいなんです。街で帝国軍の人に聞かれました。僕が王都の人間かどうか、一人で来たのか、家の人はどこにいる、どうしたのか。君のおじいちゃんはすごいね。大きなお屋敷に勤めているってことか。王家の人とも関わりがあるのか。だとしたら本当にすごいと僕は素直に答えました。その後すぐホテルにその人が来たんです。タルコット。でもおじいちゃんは本当にノクティス様たちのことは話しませんでした。なあ。はい。全然お前悪くねえじゃん。もう子供じゃねえんだからわかるだろ。こういうのさ、言えねえ方も聞けねえ方も苦しいんだよな。言ってくれてありがとな。俺が解決してやれる。いいか、お前のせいじゃない。ジャレットも絶対そう思ってる。これは王様が言うんだから絶対。はい、わかりました。ありがとうございます。オッケー。旅のご無事を祈っています。それじゃあ行くか。どっから行ける？行きます。オート。さてとうとう帰る準備か。あれ着る時が来たか。誇りに思う。ああ腹引っ込めとけよ。キャンプ、最後のキャンプ。みんなダンディーになったな、なんだか。あ、料理作れるユニス。もう視力を失おうと料理を作ってもらえる。これ最後の晩餐か。いいもの食ってこう。カップヌードルは食わんぞ。そうだ、これ食べよう。ケニーズスペシャルデリバリー。
ノクティスは無事に仲間と再会を果たすことができた。10年ぶりのキャンプを経て王都インソムニアへ帰還する。手に入れた力で世界に夜明けを取り戻すために。戻ってきちまったか。うん、ようやくね。待ち望んでいたんだがな。本当、城まであと少しだ。ああ。さあ来た。オート決戦。格好まで王様っぽくなってる。旧帝国軍か。4人で戦うってのは懐かしいな。いろいろ思い出すな。今の俺らなら何にでも勝てんじゃない。目の前に見えてるのが城か。あれ、ここも真っ暗だし。インソムニアを見るのはもう冒頭のパート1と映画ぶりか。さあそれではじゃあ今回はここまでにしましょう。次回オート決戦、おそらくこのままでいくとラスボスはアーデンか。終わりが近い。じゃあ次回ここからやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。